ラフラボ MC のアートプレスの式です。よろしくお願いいたします。そして今回も東京アートラボ代表の大島さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今年で10周年を迎えた東京大田区にあるインテリア用途専門のアートカンパニー、大手設計会社やデザイン事務所と連携した B2B 事業、楽天市場、Amazon をメインに展開する EC 事業、国内外のアーティスト作品を製品化するプロダクト事業の3本柱、いわゆる画廊、ギャラリーとは全く異なる立ち位置でアート業界と深く関わっている会社です。ということで、いろんな質問をいただいておりますので、そちらからお回答いただければなと思います。はい、聞いてきます。はい、今回の質問はこちらです。武士を描きたいのですが、実際に存在する甲冑を描いた作品を販売することは問題ございませんか、というご質問いただきました。どうなんですかね、これ。はい、そうですね、アートラボとして、まあ、こういう類の案件っていうのはちょっとないので、うん、まあ、一般的な今までの過去事例と照らしてこんな感じかなっていうところの回答しかできないんですけれども、このご質問の中であったその武士とか、実際に存在する甲冑を描いてそのモチーフにするっていうこと自体は問題はないのではないのかなっていうふうには認識はしていますね。昔の、 あの何か建物であったりとか、その武士をなんか自分の好きなキャラクターとコラージュさせて、あのデジタルとか実際の作品として書き起こしたりとかっていうところでは、あのご質問いただいた内容だけを読むと問題はないっていうふうには、そうですね、認識はしてますね。わかりました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ次回もいろんな質問を聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。